たね。これより熊本誕生祭2019を開演いたします。まずはじめに主催者を代表して樺島郁夫熊本県知事よりご挨拶申し上げます。 First of all, Mr. 郁夫 Kawashima, who is the governor of Kumamoto Prefecture, we greet all guests here on behalf of the organizers. 皆さんおはようございます。そして熊本誕生日おめでとう。全国からたくさんの方に来てくださり心から歓迎いたします。熊本県民を代表してどうぞ熊本を楽しんでいただきたいと思います。それで熊本もとても喜んでいます。熊本の昨年の活躍は素晴らしいものがあります。第一につい最近、昨年のくまモン関連商品の売り上げが分かりました。いくらでしょう。1505億円です。そしてくまモンは NHK のプロフェッショナルという番組に出演しました。皆さん見た人どのくらいいらっしゃいますか。たくさん見てくれてありがとう。あまりにも好評だったので再放送のリクエストが殺到したそうです。でもうすでに再放送されましたけども4月にもう1回再放送されました。これが2番目の活躍。3番目の活躍がくまモンは3年連続キャラクターの好感度ナンバーワンに選ばれました。熊本に続く2番目は誰かというとトトロ。3番目は誰かというとドラえもん。そのすいません、3番目はミッキーマウスでした。そして4番目がドラえもん。で5番目が熊のプーさん。すごいですよね。熊本おめでとう。こんな熊本の活躍はどうして可能だったか。私は理由が3つあると思います。1つはこの熊本のデザインが素晴らしい。今日は熊本をデザインしてくださった水野学さんに来てくださってます。どうぞ。水野さんがこれをくまモンを作ってくださらなかったらくまモンは永遠に皆さんの前にいなかったわけです。ありがとうございます。どうもありがとうございます。今日おめでとう。こんなにたくさんの方がくまモンを愛してくださっていて本当に嬉しいです。僕はもちろんくまモンを産んだ親の一人ですけど、ここにいる皆さん含めて熊本県庁の方、熊本県民の皆さん、そしてそれ以外の皆さんのおかげだと思っております。改めてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そしてもう一つの熊本の活躍を紹介します。熊本がなんと偉人になったんです。これが小学館の漫画偉人伝で、子供の時はこの漫画偉人を読んで歴史を勉強するんです。で61番目の偉人に選ばれたのがくまモンです。じゃあ60番目は誰かと言いますと大久保利通。
59番は誰かというと木戸公院、あの明治の偉人たちにようやくバモンが並ぶことができました。それと このくまモンの活躍の理由の一つが水戸さんの作られたこの素晴らしいデザイン、2番目はやっぱりくまモン自身の努力です。NHK のプロフェッショナルを見た人、また見てなければ再放送で見ておいただきたいんですけども、そこでくまモンがどのくらい努力してるかよくお分かりかと思います。くまモンありがとうね。そして3番目が楽市楽座ではないかなと思います。水野さんから商標をデザインを譲っていただいて、それをくまモンをどうぞ自由に使ってくださいということで、くまモンの使用料を無料にして、それぞれの参加者がくまモンを作り上げてくれた。私はくまモンの共有空間と呼んでますけども、共有空間の中に多くの人が参加してくまモンを作り上げてくれたんじゃないかと、このように思います。皆さんもそのくまモンの仲間です。ありがとうございます。これからも皆さんと共にくまモンの共有空間を世界中に、将来は宇宙まで広げたいと思いますので、ぜひ一緒に愛していただきたいなと思います。今日は来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお願いします。